皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、最近私がよくしているナチュラルメイクというか、あの簡単なメイクをご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧になってください。アイシャドウも2色ぐらいしか使わないし、あんまりこう私の濃い、あのごめんなさい、ちょっとなっちゃって、濃いメイクの感じでは自分の中ではないと思ってるんだけど、はい、ね、じゃ あの今日はね、雑談もしながらしていくので、ちょっとまた長くなると思うし、あれですけど、まあ、最後までご視聴くださいね。はい、じゃあ早速始めていきましょうか。まず最初につけるのがこちらのイノセント CC メイクアップベースですね。これはもうほんと簡単なメイクするときにはね、すごいよくって、量もね、だいたい真珠粒ぐらいの大きさで、私のつけ方はこう5個に置くんじゃなくて、ちょっと手のひらのところでしたらこういう感じで高いところに塗布してから全体的に伸ばしていきます。こんな感じで、で少しずつ、あの、なんていうのかな、あんまりこうすり込むような感じじゃなくて、叩くような風にして伸ばしていきます。素早く伸ばしていきます。こんな感じかな。はい、で、SPF これが30の PA が3プラスだったと思うんですけど、日焼け止めの効果もあるので日焼け止めとしても使えます。はい、こんな感じ、すごい肌綺麗になるでしょう。すごい気に入ってるんですよ。これうちはサボテンオイルも入ってるし、セラミドも入ってるしね。はい、そしたら次に使うのがこれは、全体につけるのではなくて部分的につけていきます。感じでスポンジに取ったら、この高いところからのせていくんですけど、ちょうど目の下ギリギリのところ、こんな感じで、はい。そういえば皆さん、ヒルナンデス見ていただいてありがとうございましたね。あの、皆さんには言ってなかったんですけどね、和田さんと一緒に、和田さんとあとミズヨッティさんと出させていただいて、和田さんは私動画ね、こう 1,2 回拝見させていただいて、一応すごい人気の、今人気があって、すごいこう、あの、急にこう人気が出たあの方っていうのは知ってたんですけど、実際にお会いというか顔をまじまじ見るのは初めてだったんですけど、すごい顔が小さくてね、可愛くて、それでミズヨッティさんも、私ミズヨッティさんも全く知らなくって、なんかね、お顔がすごい変わるっていうので、すごい人気があった、あったっていうか、ある方なんですってね。あの、本当勉強不足で、ご依頼をいただいてからこういう方と一緒に出ますよっていう話になってから、急いでこう動画とかを見させていただいたっていう感じだったんだけど、ああ楽しくやらせていただきました。久しぶりのテレビだったので、あ、どうかなと思ったんだけどね、もうね、自分の顔がもうタルタルすぎて、本当にもう穴があったら入りたいっていう、そんな感じが感想です、私のね。もう限界かなって、テレビとかに出るのはもう限界かなっていう風にね、ちょっとね感じましたね。はい、あ、ちょっと前後しちゃったんですけど、先パウダーつけちゃったんだけど、今回のメイクはね、私の大好きなコンシーラーはあんまりたくさんつけない、ここのね、あの線のあるところ、ひろゆきラインのところにちょっとつけるぐらいです。だから別にパウダーの後からでも大丈夫、この辺ね、ちょっとだけつけます。これはあれです、ごめん、もう言葉が出てこない、シスレイの、コンシーラーですね。そしたらスポンジでなじませていきます。なんか鼻緒で、そう、本番にも鼻緒で出なきゃいけないっていうのも本当に寸前って分かって、
あーとあーってなったんだけど、まあまあまあね、しょうがない。せっかくお話いただいたんだからね、嬉しいことですよね。はい、そしたらこんな感じでもうベースこれで出来上がりました。ナチュラルメイクの時は、ベースはこれとこれで仕上げることが多いですね。で、これは全体につけて、このエトフルのクッションファンデはちょうどこの辺かな、この鼻の周りと目の下のあたりにちょっとさらっとつける程度ですね。はい、そしたら次がシェーディング。これはもう絶対やる。もうね、なんて言ってもその映像というか、テレビに映った自分の顔のデカさにびっくりして、ああもうこんなに顔のフェイスラインが変わっちゃったんだって。昔はこんなだったのに、もうなんかまん丸でパンパンだし、もうね、はあ、と思いましたね。ね、悲しいね。年は取りたくないですよね、と言っても仕方がないので、うまくカバーできるようにしていきたいと思います。まあ、改めてシェーディングは大事っていうのがね、すごいね、もうね、自分の顔ではどうにもならないから、骨格ね、整形でもしない限り糸を入れたり、でも本当なんか糸まで入れたくなっちゃった、あのテレビに出てる自分を見て糸まで入れたくなっちゃいます。あ、ミルフのこちらです、はい、こちらのセッティングパウダーですね。皆さんからあのヒルナンデスの中でね、使っていたものの、あのなんていうのかしら、商品の問い合わせもあったので、後で最後のところでね答えたいと思います。まあ、あの時短メイク、簡単メイク、ナチュラルメイクって言っても、やっぱりベースはね、ちょっとこうとにかくシェーディングとかハイライトの部分はやっぱりしっかりやらなきゃなっていうのは思います。はい、アイシャドウとかそういうのはね、あの時短でいくらでも時短にすることできるんだけど、やっぱりベースだけはね、手抜きはできないかなっていうふうには思いますけど。はい、じゃあ眉を描いていきます。眉も相変わらず100円のやつ使ってますね。なんか特にトラブルもないのでこのまま使ってます。で、眉もちょっと一時細くしちゃったんだけど、戻したので描きやすくなったから、太眉に戻したので描きやすくなったから。そしたらブローマスカラをやっていきます。はい、キャメックですね。なんかマリエさん久しぶりに見ましたよね。なんかあれ、マリアさんどうして最近ね、出てあんなに一時期すごい出てたけどね、なんで出てなかったんですかね。マリアさんも綺麗でしたね。だけど全体的に皆さんそのままな感じで、特に春菜さん、私もうちょっと大きい人なのかなと思ったら、すごいね、ちっちゃくて肌も綺麗で可愛かったですね、春菜さん。あとなんちゃんさんがすごく優しい感じで、感じでしたね。特に演者さんたちと絡むことっていうのはなかったんですけど、だけどその自分たちがこう出てる時の中でのこうなんていうのかな、物腰とか、ちょうど CM とか入ってる時にね、などの感じとかすごい優しかったですね、南原さんは。はい、こんな感じで眉できました。そしたらアイシャドウなんですけど、最近気に入ってるのはこちらの、なんかずいぶん10月に発売されているターケイトのやつで、これ多分限定かなんかだと思うんですよね。どうなのか、ちょっとホームページ見たらもう載ってなかったから、で買ってたのに私どっかにしまっちゃってたみたいで、すっかり忘れちゃってたんですよ。たまたま今回メイク道具をね、ストックがいっぱいあるところをこうちょっと整理してたら出てきて、あら、これ紹介してなかったわって言って、あれなんですけど、ジェルグリッターとかっていうのですごい綺麗でしたね。でこれ私指で使うの嫌いなんですけど、これはちょっと柔らかいパウダーなのと、なんていうのかな、ブラシを使うと逆に粉がすごい飛んじゃうので、ちょっと指を使わせていただきますね。
薬指でこうあのこう中心ね、ここの中心のところから乗せていって伸ばしていきます。薄く薄く、でかなりねラメがね粗いんですよ。これ粗いんだけどしっとりしてるからそんなにこう飛んだ粉飛びした感じはなくって、中心あの中心を中心を中心にって言ったら言い方なんだけど、中心を中心に伸ばしていくようにしてください。もしねあのお持ちになってる方あったとしたら、中心を中心に伸ばしていく、広げていくっていうかね。結構パールが強いんですよ、はい、でもこの後に、あまりパールがないやつを使っていくので、そしたらこのエルフのアイシャドウ、これアイハーブに売ってるのかな、これ私いただいたんですけど、最近このアイシャドウをよく使うんですけど、この真ん中の色を重ねていきますね。ちょっと、ふわっとしたブラシ重ねていきます。結構締めになるというか、だけどこのミドルカラーもあのパールが少し入ってるので、全体的にはねちょっとキラキラとしたアイシャドウにはなりがちなんだけど、なんか今年はすごいこうなんていうのキラキラ感のあるこうシマーなアイシャドウがすごい流行る、春流行るらしいのでいいと思います、はい、こんな感じね。そしたらこんなちょっと小さいブラシを取ったら、真ん中の色をまた取って目の下に入れていきます。こんな感じで、はい、アイシャドウ自体は結構キラキラでしょう。キラキラなんだけど、まあ、このくらいに済ませます。はい、そしたら、いつも通りインライナーを引いて、こんな感じでインライナーを引いたら、もうここで、いつも私だったら、この同じキャンメイクのクリーミータッチライナーの茶色を重ねてっていう風にしていくんですけど、それでその上からまたリキッドアイライナーとかつけたりとかしたりするんだけど、今日はもうリキッドアイライナーのみで、しかもあのビヤーっと引くんじゃなくて本当にわからないぐらいに引いていきます。細かく細かく、遠くじゃなくて本当まつげとまつげの間を埋める程度にナチュラル感を出したいので、で長さをちょっと出して 1-2mm 長さを出して、目尻側だけちょっと太くしてね、あとはもうそんなにほとんど太くしない。やっぱりね、私があまり好きじゃないのは、黒いリキッドアイライナーがこう結構こうガーッと太く引いたって、アイシャドウはそんなにナチュラルなのにこうリキッドだけがすごい目立っちゃうっていうのが好きじゃないので、こんな感じでちょっと長さを出す程度に引きます。はい、はい、そしたらマスカラですね。こちらマスカラを使っていきます。メイベリンですね。あんまりもうアイライナー自体はそんなに強く引かないで、ビューラーもしないです。マスカラも根元からしっかりつけるようにして扇形に広げていきます。だからラメラメな感じにしちゃうとやっぱりすごい頑張ってる感が出ちゃうので、ある程度なんていうのかな、足し算引き算じゃないけど、ラメが強いものを使ったらちょっとラメが抑えた、ラメというかパールをね押さえてあるもの、だからラメとパールは違うので、ラメっていうのは粒がすごい大きいギラギラしてるもの、パールっていうのはすごい細かい粒子が細かいものになるので、
ラメとパールの組み合わせっていうような感じにしてあげるとちょっと透明感が出て、それもやりすぎてないような感じでできると思います。はい、マスカラがつきました。私今日ノーズつけてない、いけないいけない、ノーズ忘れちゃってた。一番大事なノーズを忘れちゃうなんてなんてことでしょう。あ、そういえばね、それでほら30分だとか5分だとかってやってましたでしょ。私30分もかからないんですけどね、メイクね。なんかベースメイクは時間かけますよ。ベースメイクはすごい時間かけるんだけど、全体的にはでもいろいろ入れたら30分ぐらいかかるのかな。その時のあれにもよると思うんだけど、スキンケアから入れて大体30分かな。メイクだけだったらそんなにはかからないですよね。でもね、和田さんの5分っていうのはすごかったですね。やっぱり若い方でもね、若い方はね、隠すものが少ないからね、いい、もう短くていいと思いますよ。隠すものが少ないね、やっぱり若い、私なんかも昔ね、やっぱりよくヘアメイクしてた時に、やっぱ若いモデルさんはね、もうほんとメイク少しで済むと言ったら変なんだけど、もう全然時間がかからないんですよ、やるとこないからね。だけどやっぱり年齢の高い方はやっぱりしっかりやらなきゃいけないから、そこの違いですよね、やっぱり。鼻が出来上がりましたね。ノーズやらないともう私もうほんと鼻がぺっちゃんこだから、ダメね。もう自分の顔がほんとコンプレックスすぎて、テレビ見てもうほんとにはぁって思っちゃった。特にああやってね、若い方と並ぶとね、一番なんかこうね、知らしめられますよね、そういうのがね。はい、ノーズができて、次にチークですね。とこれもなんか前の動画の時にこのレボリューションのハイライターの問い合わせがあったので、これも動画説明欄に書いておきますので、チェックしてみてください。レボリューションですけど、日本にこのパレット自体は日本に売ってないのでご了承ください。これもプレゼントで、海外の方にプレゼントでいただいたので、まああんまりつけすぎない、今日はねナチュラルメイクなので、あんまりナチュラルメイクって言えないと思うけど、ここまで来ちゃうとね。はい、そしたらチークですね。チークは今日はセザンヌのつけていきます。こちらつけていきます。はい、1番かな。はい、1番ですね。はい、結構セザンヌのチークって私レッスン、メイクレッスンでもそうなんですけど使ってますね、愛用してますね、いいですよね。手でこすってつけないで、ポン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 っていう感じでつけていきます。こんな感じかな。そしたらちょっと叩いて、はい、こんな感じ。なんかね、私化粧するともう本当にこういう感じになるでしょ。なんか自分の中ではすごい薄くやってるつもりなんだけど、すごいなんかなっちゃうからね、しょうがないか。はい、そしたらリップ、何色にしようかな今日。まあね、最近やってるのが、前回のビログでもあげたと思うんだけど、最近よくやってるのは赤リップをこの感じに、赤リップをつけると顔色がよく見えるので、赤リップをつけるか、もしくは、ナチュラルなものを使うかっていうことが多いですかね。ナチュラルでも同じミニマックのこちらのベージュな方ですね。今日はじゃあナチュラルだからこっちにしてみようか。これも前から紹介してるやつなので、
でマットなのでこれだけだとすごいこんなシワシワになっちゃうから、私は最近というかね、不老不死のこちらの限定のこれもいただいたものなんですけど、限定のグロスをつけてます。不老不死だとね、荒れないので、こんな感じで全体的に混ぜちゃう。はい、出来上がりました、ナチュラルメイク。はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか。ちょっとシェーディング入れすぎ大丈夫です。はい、出来上がりました。はい、メイク終了いたしました。いかがでしたでしょうか。そうですね、この単色というか2色使いぐらいのこのアイシャドウは今日最近気に入ってて、もう普段メイクレッスンとかお客様対応するときはいつもこちらのメイクをしてることが多いですね。まあね、ちょっとエルフのこのアイシャドウとか、あと今日使ったこのね、ケイトのこの辺はなんかちょっともう入手できるかどうかわからないですけど、一応ちょっと探して、こっちは探してみますね。で、これは見たら Amazon にはまだ売ってました。全然普通に売ってたので一応リンク貼っときますのでチェックしてみてください。それから、インスタの方などいろいろなところに、問い合わせがあった、そのヒルナンデスの中にで流れた、私がメイクしてるところの動画の中で流れたコンシーラー、 LA ガールのこのコンシーラーのね、品番を教えてくださいっていうことでしたので、これも動画説明欄にリンクを貼っておきますので、もしよかったら、チェックしてみてください。これは、私は Amazon で買って、やっぱりもうほとんどね Amazon なんだけど、 Amazon で買ってるので一応 Amazon のリンクを貼っておきます。はい、かな、こんな感じですかねはい、ありがとうございました。今日も最後まで見ていただきまして、なんかちょっと一番言い忘れたこと、お知らせというか、皆様にちょっとご了承いただきたいことがあって、私のメイクレッスンなんですが、マンツーマンセルフメイクレッスンですね、ずっとねやらせていただいてたんですが、やめるわけじゃないんですよ、やめるわけじゃないんですけど、ちょっとですね、やっぱりご予約すごいたくさん入っていただいてあれなんですけど、これから今度私4月からですね、また新入生が学校の方なんです、私の経営してる方の学校の方に新入生が入ってきまして、今度そちらの方のレッスンがどんどん増えてきて、学校業務も増えてくるので、ちょっとメイクレッスンのお日にちというか、今まで受けていたお日にちよりもちょっと少なく、だから枠が少なくなるっていうことだけご了承いただいて、だから今まで以上にちょっと予約が取りにくくなってしまうと思います。はあ、すいません、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラム、ツイッターやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。